地図カルティエ現代美術財団はカルティエの財団、単にカルティエ財団とも呼ばれる。パリのモンパルナスに拠点を持つ現代美術のスポンサーで、そのメセナ活動はメルセデス・ベンツなどと被験する規模と評価される。建物の一部は美術館として開放されており、カルティエ財団現代美術館、カルティエ財団現代美術センターとして知られる。建物の特徴の一つとなっている。 敷地と道路を隔てる壁は、ケブランリ美術館における、セーヌ川沿いのそれと同様にガラス張りで、共にジャンヌーベルの設計である。ジャンヌーベルを語る上で、アラブ世界研究所のガラスを使ったファサードと共に、手法は違いど彼のデザインを特徴づけるものとして、特筆される建築物である。1984年に、財団はベルサイユに隣接する。 ジュイアン・ジョザの地で芸術の振興事業を開始した。カルティエの社長アランド・ミニク・ペランが設立したこの財団はフランスのみならず世界各国の現代美術作家たちにフォーラムを提供する役割を担うことを期としていた。1991年に現在のモンパルナスに新しい拠点の建設を始めた。建物の発注者はカルティエではなく、保険会社であったが、 設計はテナントであるところのカルティエの意見が通り、ジャンルーベルに任された。工事は1994年に完了し、美術館も同時にオープンした。植物学者、パトリック・ブランの設計により、1998年にはエントランスに緑化壁も設けられた。2014年の財団設立30周年は、メゾン・デ・ミゼル・モンドに取り上げられ、 特集記事によれば30年で100を超える企画展が催されたとされる。このメセナはカルティエの企業イメージ工場にも一役買っているという。地上7階と屋上階そして地下7階を持つ建屋の地上部は全面ガラス張り。地下1階と地上1階とが展示スペースで地上2階以上はオフィスとなっている。展示スペースは総計1200平方メートル。 建物内部には階段はなく各階へのアクセスは建物内部にあるガラス張りのエレベーター3基がまかなう。階段は裏手の外壁に沿って2本配置されている。全体として見ればあえて装飾を廃した設計となっている。この施設を特徴づける構造物である敷地と道路を隔てるガラスの壁は万全と歩く人々にとってはパッと見、ガラスの壁にのみ注意がいき。 その奥の庭と建物に気づきにくいという、すなわちファサード然としたファサードではない点が特筆される。基本設計において、ジャンヌーベルは、かつて、フランソアルネド・シャトーブリアンが植えたと伝えられる、この場所の近くにあるレバノンスギにインスピレーションを受けたという。この木が、街路から離れた地点に立っている点に着目、建物も街路から距離を置くべきとした。 壁は高さ8メートルで、建物本体まで12メートルの奥行きを持つ、前提中央には、栗の木が立つ。壁は、独立して立っているわけではなく、壁の高い位置にある2つのレベルから伸びる、水平の柱で車奥と繋がって倒れないように、指示している。こうしてできた建物と道路を隔てるガラスの壁は、防音という副次効果も生み出した。建物を囲むように廃された庭は、 現代美術家のローターバウムガルテンによる設計で植物劇場と呼ばれる。美術家は敷地全域に及ぶこの庭を建物に付属する単なる屋外環境としてではなく自作の植物劇場として創造した。ヌーベルの建築を受けて創造したその庭は敷地内にすでにあった植物にいくつかの植物を追加し、 その間に曲がりくねった道を敷いており、建物の後面に設置された外階段に至る。この庭は中世修道院の庭園をイメージしたものという。カルティエ財団は作者の意向を受けて完成以来、庭に対するいかなる付け足しも削除も行っていない。植物を含めた庭内の全ての環境の変化を自然のナスがままに任せ、生徒衰退を作品として、 時間をかけて干渉しようというわけで、また庭のトータルなイメージに果たしている。建築家の役割、この庭の感動は、建築家、ジャン・ヌーブエルの光と素材という環境の解釈装置がなければ成り立たず、それで呼び起こされた気配が、バウムガルテンの庭に意味を与えている。映画監督、アニエス・バルダのインスタレーション作品、猫の家ない、木の上の2に誕生から建築家と美術家の、 コラボレーションの庭は、疲弊した都市を元気づけるかのように、パリの街の中で今もきらめいて、移りゆく空と日差しを映したガラスの大スクリーンは、内部と外部の木々を取り込んで、国一国とイメージを変え、劇場たる庭に絶え間ないドラマを展開させている。道路側からフェンス越しに見た庭も、印象的だが、内部では、さらに新鮮な風景が展開している。 木立ちの中にはどこか懐かしい風景が広がり、裏庭に回れば、美術館の展示場越しに、表側の庭から、さらに、外地の風景まで見える。美術館内から、展示作品の背景としての庭園鑑賞も面白い。美術館の庭園エントランス左右は大規模な、インスタレーション作品を3ヶ月周期の入れ替え制で、展示するスペースとなっており、ジャンヌーベル本人に言わせれば、 遊牧民の空間とのことである。この展示期間は2010年の北野武氏ビート武史店のように反響次第で延長されることもある。1階は全体が吹き抜けのように天井が高くなっており、フロア中ほどには中2階が置かれている。ちなみに全面ガラス張りなため、そのままの状態では内部が丸見えとなるが、建物の外壁に沿って、 巻き上げ式のカーテンが外部に配置されているのでこれを利用することで視線はシャットアウトすることも可能な仕組み。展示施設の評価としては地上階がガラス張りで外光を取り入れやすいのと比較して地下階は天井のわずか3枚のガラスにのみ外光を頼っているため外部と断絶した柔軟性に欠ける白塗りの空間となっている。また、 外交が入るガラス張りのために一回は絵画の展示に向かない。一方で、カルトブランシュと言われるように展示はすべて作家の裁量に任されるために絵がたいチャレンジの機会を提供していることも確かである。1990年代以降、日本人アーティストを取り上げるケースが多いという、ありがとうございます。